試合に負けて暴徒化した浦和サポ、複数試合の入場禁止処分を受ける。浦和レッズは3日、前日に発生した同クラブサポーターによる違反行為について声明を発表した。浦和は2日に行われた天皇杯4回戦で名古屋グランパスと対戦し、0対3で敗戦。試合後、一部の浦和サポーターが名古屋の横断幕を剥がすなど暴徒化し、サポーター同士もみ合いになる場面も見られ、警察や消防が出動する事態となっていた。浦和はこの件に関し、大会出場クラブとして、自クラブのファンサポーターに対し秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う立場でありながら、このような事態を招くこととなり誠に申し訳ございません。関係される全ての皆様に、心よりお詫び申し上げますと謝罪。以下のように声明を続け、処分内容を発表した。1、処分対象者立ち入り禁止エリアへの侵入を主導したサポーター31名処分内容8月3日木以降に開催される浦和レッズの出場試合9試合への入場禁止本期間中に行われるアウェイゲームも対象に含む2、処分対象者立ち入り禁止エリアへ侵入したサポーターを統括するリーダー1名処分内容8月3日木以降に開催される浦和レッズの出場試合16試合への入場禁止本期間中に行われるアウェイゲーム、および ACL2023-24 グループステージ進出時の出場試合も対象に含む3、処分対象者立ち入り禁止エリアへ侵入したサポーター45名処分内容厳重注意。こんな荒れたサポーターを子供たちには見せたくないな夢を持って努力している子供たちの夢を壊してる大人本当に悲しいスポーツってそういうもんじゃないでしょ相手がいるからこそ戦えるんだから勝っても負けても相手に感謝する。そういうスポーツを子供たちには見せていきたい。処分軽すぎんか先々やっぱレッズサポだからななんて心ない陰口叩かれるぞ真面目にレッズ応援してるサポーターに失礼じゃろ。永久追放じゃないのか優しい処分だな。処分系そりゃあんな奴らがいるわけだ。その入場禁止が解けたらまた違反行為しにスタジアム来るだけじゃん。